ヒューザ、なんか前に来た時より花たちが優しい気がするな。じゃがましいわ。ちょっとだいぶヒューザがね、じゃがましいんですけど、ちょっと仲間たちにね、話しかけていたら、ひときわヒューザがもうじゃがましいこと言ってるので。ねえ、花たちが優しい気がするな。じゃがましいわ、本当に。お前そんなキャラじゃないだろ。ということで、ドラクエ10オフラインのね、続きやっていきます。前回ね、桜の木エンブレムを手に入れたところで終わったんですが、前回から、メンバーのね、レベルが格段に上がっております。というのも、前回のあの雲ね、あのバカ雲に、勝つことはできたんですけど、なんだろうな、ちょっと気を緩めたら危ない感じだった上に、キュウスケのレベルが40だったので、これレベル足りてないんだなって思って急いでレベルを上げました。一応キュウスケのレベル40を基準にして各メンバーね、上げときました。イオリさんが42、オーガのマイユが39、ラグアスが41、フーラが40、ヒューザが40、ダストン40。まあ、40が多いけどね。ということで、かなりね、レベルアップしてるんですけど、それに伴ってね、スキルパネルね。スキルパネル、このスキルポイントが各メンバーめちゃくちゃ溜まってるので、まずちょっと冒頭で、これを振り分けていきたいと思います。まずはじゃあ、いおりさん、行きましょう。いおりさんがね、今60あるので、この両手杖のスキルが、ほぼほぼ取れるんじゃないかなと思うので、取っちゃった方がいいよね。いや、わかんないけど。とりあえずコンプリートしましょうか。あ、復活の杖。これは強いのでは？あ、確実に生き返らせるって強いよね。要はザオリクっていうことでしょう。しかも消費 MP が10だから、そんなね、バチクソに多いわけではないので、これは使えるぜ。最大 MP10、 これも美味しいね。そして、あ、そうだ、いつも忘れるわ、この超暴走魔法陣を取りたくてスキルポイントをプールしてたんだよね。また忘れるところだったけど、しっかり取っていきましょう。そしてで、これが MP 吸収ね。まあ、ほとんどこれは使わないけどね。杖でぶん殴ることはほぼほぼないから。あとは、あれか、攻撃魔力アップとか、だね。最大 MP10 と。そして、これも最大 MP10。よし。これで全部あれかな？両手杖のスキルは解放できたのか。できたね。よし。あと残り16あるけど、まあ、とりあえず置いとこうか。次が、ヒューザね。ヒューザ。斧のスキルがあと一つだけなので、これもコンプリートしときましょうか。コーマグレンザンで合ってるこれ。蛇王演説黒竜派的なね、地並びですけど。あ、これも必殺技なのかな？だいぶ強そうですね。17も使うんや。獲得するのに。そう、これは期待できますよ。よし、これで斧スキルはコンプリートできたので、次、クールスキル言うのをやっていきましょうか。
これがあれだよね、あれだよねってテンション間違えちゃったけど、あれだよね、あのヒューザーのあの固有スキルっていうやつじゃないか、生まれ持ったあのラグアスでいうあのロイヤルスキルみたいな、そういうやつだんべ。クールスキルは何があるのかな。ファイヤーフォース、攻撃に炎の力を宿す。エースじゃんね。大丈夫、頂上戦争で死なないか、大丈夫か。いやちょっと惹かれるな、炎の力乗っちゃうんだ、めっちゃかっこいいじゃん。捨て身、あー捨て身ね、要は守備を捨ててね、攻撃力を、あなるほど、諸刃斬りとか体当たり、これはなんか攻撃系だな。これもちょっと魅力的だけど、やっぱりなんか惹かれるよね。ちょっとまずこれ、最大ヒットポイント。これは取ってんのか。これだね。ファイヤーフォース。すごいぜ。炎の力乗せるってすごいよね。アイスフォース。攻撃に氷の力を宿す。エースに青生地じゃんね。クザンだよね。これ取っときましょう。めっちゃ乗せていきましょう。ストームフォース。雷。空島行くのか？エネルじゃんね。あ、そういうのがあるんや。ダーク。あ、土の力とか。へぇ。乗せたところでっていうのはあるけどな。フォースブレイク。ロストアタック。あ、これめちゃくちゃなんか強そうじゃんね。これ目指そうかな。でもこっちのさっき見た捨て身とか、こういうのも魅力的なんだよね。これがあると、だいぶこう戦術の幅がね、広がるので魅力的なんですけど。あの、これ目指しましょう。でも、ロストアタックね。響きがもうね、いいやん。ロストアタックってね、もう叫びたくなるやつですから。あ、これが見れるか。あ、そっか、まだダメなんだ。7よし、じゃあヒューザこれぐらいで、あ、これ取っとこうか。ダークフォース、すごいやん。土、雷、氷、炎を操れるよ、ヒューザね。まあヒューザもうスタメンじゃないんだけどね。次はダストン。ダストンがハンマースキルがあと2つなので、ハンマースキルをまたちょっとイントネーション間違えちゃったから、ハンマースキルを全部解放しとく。これが最高度。あ、そういやダストンなんか攻撃プラスなんか呪いかけたりだとか余計な行動してるよね。あー、その確率が上がるんやね。デビルクラッシュ、悪魔系と物理系に絶大な威力を発揮する一撃、これは強い、間違いなく強いやつ。よし、これでハンマースキルは全部取れたんだよね。じゃあガラクタスキルからなんか覚えときましょうか。これがダストン特有のスキルだね。ポンコツなで、あー、仲間一人の状態異常を直す、これ強いな。キラージャグリング、あ、MP パサー、これも魅力的だよね。 MP を仲間にあげられるっていう、なるほど。舐め回し、これはダストンだからこそ効果を発揮する技では、マイユだったらねもう喜んじゃうから、みんなダストンだからこそよ。トラップジャマー、
縛り打ち。ジバシリ打ち。打つの好きやな。メガボンバー。なるほど。とりあえずこのポンコツなでは絶対欲しいね。これはすごく魅力的。魅力30アップか。力。素早さ。あと16か。じゃあこの素早さとこの、魅力を取ってこのハテナを見ましょうか。あ、ハッスルダンスめっちゃいいやん。次これやな。あと15で、あと14か、14で獲得で、めちゃくちゃいいやん。これ全体回復のやつなんですけど、まあ、ベホマラーのちょっと回復量が少ない感じかな。すごいやん。ダスト。ガラクタスキルにハッスルダンスがあるとは、全然ね、ガラクタじゃないですよ。次がラグアス。ラグアスがね、このロイヤルスキルっていうのがめちゃくちゃ強いんだよね。ラグアスはちょっとロイヤルスキルから取っていきましょう。うん。あ、ブレス系、ホーリーライト。なんかこう目指すやつがあるといいんだよな。これ取りたいなっていう。あ、グランドネビュラ。グランドネビュラってあれじゃない？ドラクエ11でさ、めちゃくちゃ習得に苦労した呪文じゃない？違ったっけな。グランドネビュラ。これね、字面もかっこいいし、これ欲しいな。グランドネビュラ、これ目指そうかな。あ、目指すっていうか取れんのか。え、いいの？あんな苦労したのに、ドラクエ11だと。スッていけたよ。ま、え、グランドネビュラだったよな。ドラクエ11やったのも結構前だから、ふんわりだけど、確かそうだったと思うんだけどな。バードシュート。あ、鳥系の敵に強いんだ。マジックアロー。魅力上げたがるな、ラグアス。弱体勢。いや、迷うな、ラグアス。ここら辺を取ってあれかな、耐久力を高めとこうか。ラグアスは回復のね、要なので、やっぱ耐久性を上げておきたいんだよね。ラグアスが落ちちゃったらもうどうにもならないので、うちのパーティーは。ホーリーライトも取っとくか。回復魔力アップ。よし、これでラグアスは OK。 次がフーラ。フーラもスティックスキルはまあ主だったものは取ったので、風乗りスキルの方にスキルを使いたいね。どうしようかな。ざっと見た感じだと、まずこの神秘の風っていうのがめちゃくちゃ魅力的なんだよね。風が仲間、味方か、味方全体の攻撃呪文の効果を少し高める。まあ、暴走魔法陣みたいなもんなんだけど、すごくいいよね。あ、でもそうか。フーラ暴走、あ、でも暴走魔法陣の上に重ね掛けできんのかな。だとしたらめちゃくちゃ強いよね。なのでこの風乗りスキルの、神秘の風ね、これをまず確実に獲得しておくと。そしてこっち側にあった
これか。これ無限の風っていうね、この前あの無限の森だったっけ、あそこに行きましたけどフーラもなんか無限使ってるんですけど、無限の風っていうなんかね魅力的な、ものがありまして、風が味方全体の、ヒットポイントを癒し守備力を上げると、要はヒットポイント回復プラススクルト的な効果があるっていう意味合いだと思うので、バチバチ強いよね。だこれを取りましょう。これね。なので、あ、こっちから行っちゃダメなのか。これやってもここが行けないからダメだよな。下から回っていった方がいいのか。こっから伸ばしていくしかないんだな。え、あ、取ってなかった。失礼。これを取って、魔力の風を取って、真空波、いいな。真空波取って、マグマ。すごい。フーラがどんどん攻撃型になっていってる気がするけど。あ、じゃあ今回ここまでか。次スキルポイントが溜まったら、この無限の風取りましょう。うん。これでフーラは、OK。次がマイユ。問題のマイユよ。全然、振り分けてないからな。パワフル、スキル。これがあれか。マイユ特有のやつか。パワフル。まあ、マイユはどう考えても物理アタッカーだからな。物理一辺倒なのかな。あ、ハッスルダンスある。あ、ハッスルダンス覚えるんや、マイユ。めっちゃいいやん。これは絶対これを取らないとダメだ。攻撃ができて、なおかつ全体回復ができたらめちゃくちゃ強いぞ。ヒューザいらんぞ、これ。マジでヒューザの意義が揺らぐぞ、これ。これ取って、身の守りを取って、これで取っちゃっていいんすか？ハッスルダンス。めちゃくちゃ強いよ。マイユ。よし、これで、あとはなんか攻撃技が欲しいよね。今、マイユそんな魅力的な必殺技があるわけではないので、格闘スキルの方があんのかな、攻撃は。あ、あるわあるわ。聖剣爆撃。すごいやん。叩いてほしい、うん。爆撃されたいですね、前言うに。やっぱ格闘スキルが、あれが攻撃、うん、達人の呼吸。あ、少しずつ回復できる。魅力的だな。まずはこの、これが欲しいね。多分めちゃくちゃ強いんじゃないか。よし。あと8ポイントか。8はプールしとくかな、じゃあ。ちょっと次回に残しときましょう。よし、これで、それぞれの、まあ、スキルポイントの振り分けが、終わりましたね。よし。それでですね、レベルアップをさせる過程でお金がたんまり溜まったので、それを使って動画外で、もう武器とか防具とかを買って各メンバーに装備させておきました。いおりさんがね、語り部帽子、語り部一式を買いまして、またちょっと帽子がね、いい感じになったんですけど、なんか、ね、いおりさん、こういうの好きだよね、こういう帽子ね。ちょっと深めのハットというか、ね、週刊誌に撮られるジャニーズかっていう感じなんですけど。
で重要なのがこのいおりさんとこのまいゆが同じ語り部セットを身につけてると。キモい。これはキモいですよ。でも仕方ない、これはね、一緒。見た目はまいゆね、変化ないですけど、一緒ですか、お揃いですから、仲良しよ。ね、それでまあ、フーラも一緒か。あ、フーラも一緒だね。イオリに女の子二人が同じや。これは気持ち悪い。フーラのこと忘れてたわ。フーラはだいぶ前に買ったんだよね、語り部セット。で、ダストも新しいの買ってあげましたね。で、マイユの今、武器がない状態なので、久々にあれしましょうか。不思議な火事か。これで、マイユ、爪にしようかな。爪、ね、装着してるマイユ素敵やん。これ作れない。あ、これもダメやな。足りない。あ、これもダメ。ごめんな、マイユ。あ、これいける。これいける。魔除けの爪。これが、今作れる中では最高火力だね。これやりましょう。久々だからな、うまくできるかしらね。上下打ちだね。はい。おお。おー、いいね。間違えた。てか、あ、違う。上下打ちはこっち側、あー、息。いや、それ逆に困るんですけど。なんか、これはまあこっちに上下打ちで、お、危な。こっからちょっと手加減打ちで調整していくか。はい。おー。次の一打ち、威力が2倍。やめ、いや、迷惑。2倍言うて、標準がどれくらいかわかんないからな。おー、あー。いいのかこれ。あ、違う。手加減打ちで、ちょっと超えそうだな、手加減打ちでも。あ、やば。どれもぴったりじゃないけど。どうかな。やったぜ。マイユにいい感じの爪をプレゼントできるわ。魔除けの爪ができた。よし。プラス3だから最高のやつだね。いやー。これをマイユに装備させてあげましょう。魔除けの爪。ん？あれ、攻撃力落ちてねえかこれ。あれ？どういうことだ？あ、ちょ、あれ？ちょっと待って。え？あれ？え？どういうことですか？攻撃力落ちるのか？え、落ちるわけないよな。え、どういうことだ？ちょっと待って。わかんないぞ。落ちてないよね。上がってんだよね、これ。今159でしょ。攻撃力。あれ、でも、外した方が上がるのか。あ、上がってるわ。え、そんなことあるの？素手の方が強いって、概念めちゃくちゃだけど。え、マイユってそうなの？
素手で行った方が強いんや。攻撃力今外した状態で193あるからな。え、さっき見たのは何なんだろう。ちょっともう一回、ごめんね、もう一回見ていい？え、アップしてたよな。どういうことだ。ちょっと今混乱してるわ。え、今マイユこの状態だと143だけど、攻撃力だよな。どういうこと？これバグか？バグじゃないの？攻撃力だよな。いや、今140とかじゃないよ。さっきのは力を見て、いや、力じゃないよな。攻撃力って表示されてたし。実際今攻撃力が193じゃんか。でも、マイユに、この爪を装備させると、マイユの攻撃力が159になるんだよね。そんなこと、あり得るんだ。なんだろう、爪特有の必殺技を使う場合は、攻撃力を捨ててでも装備しろみたいな、そういうことなのかしら。え、今までのドラクエシリーズでそんなんありました？ 11 あったかな？素手が一番強いとか。野獣じゃんね。マジか。じゃあちょっと外しとこうか。え、本当にこれ？マジで？バグじゃないの？素手が最強とか、めちゃくちゃかっこいいやん。ねえ。道具いらないっていう。外しときましょう。本当に？まあ、じゃあこれでいきましょうか。あ、あとスタメンがね、あの、ボス戦とかで戦うスタメンが、前はイオリ、ヒューザ、ラグアス、フーラだったんですけど、今回からは、ちょっとヒューザさんに外れてもらって、マイユさんが、その代わりに入ると。いう、この主人公、マイユ、ラグアス、フーラという、この布陣で行きたいと思います。はい。で、正直なね、話をすると、本当の一番の最強の布陣は、ヒューザ、マイユ、ラグアス、フーラなんですよ。主人公よりもヒューザを入れた方がおそらくそのパーティー全体の戦い方としては安定すると思ってるんですよね。っていうのはマイユがあの物理アタッカーなので、でヒューザの鉄鋼山が敵の守備力を大幅に下げるっていう特性があるので、すごいこう親和性が高いんですよね。そうだから、で主人公もぶっちゃけそこまで強くないっていう。まあ職業が魔法使いっていうのがあるんでしょうけど、正直ヒューザの方が強いと。耐久性もあるし、なので本当の一軍はヒューザ、マイユ、ラグアス、フーラなんですけど、やっぱ主人公は使いたいという個人的な事情からこの4人メンバーにしてます。イオリさんをスタメンにしてます。ちょっと悲しい現実というか、そういう裏事情があるというのをご理解ください。でね、ちょっと前置きがだいぶ長くなりましたが、ここからストーリーを進めていきます。で、エルトナが終わったので、あと残ってるのはこのウェナ諸島とドアチャッカ大陸の2つなんですけど、これがだからダストンのとこだね。でウェナ諸島がね、このレーンの村とかジュレットの町があるところなんですけど、ドワッチャ大陸はね、全然あの見当がつかないんですよ、どこに行けばいいか。でもウェナ諸島はあれ誰だったっけ、あの調査員の人いたじゃないですか。あ、キンナーさんか。
キンナー調査員っていう人と一回こうパーティーを組んで冒険したことがあるんですけど、そのキンナー調査員が派遣されたなんちゃら城みたいなお城がある町があるんですよ。なんだったかな、ベリナード城だったっけそこふんわりなんだけど、だからなんちゃら城があるのは間違いないので、ちょっと確実なウェナ諸島から攻めたいと思います。でジュレットの町だね、ここからどんどんね散策をしていきたいと思います。